こんにちは、アットコスメの篠田です。アットコスメがお送りするビューティートーク、今回のゲストはドランクエレファントコミュニティマネージャーの小城ゆりさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。こんにちは、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。で、小城さんはドランクエレファントでコミュニティマネージャーをされてらっしゃるんですけれども、より具体的にどんな今お取り組みとかお仕事されているのかっていうのを教えていただけますか？はい、私はドランクエレファントで、SNS や、デジタルを中心に、ドランクエレファント の魅力を発信する業務を担当しております。ブランドからの発信だけではなくて、SNS 上ではファンの方とこう相互コミュニケーションを取ったりとか、ドランクエレファントのファンになっていただく業務を担当しております。はい、ありがとうございます。で、今ね、なんとなくナチュラルにドランクエレファントのってお伝えしたんですけど、まだドランクエレファントってあんまり知らないよとか、どういうブランドなのって初めて聞いたっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、まずそもそもドランクエレファントっていうブランドについてお伺いしたいと思うんですが、私は本当にね、このね、今音声でお伝えきれないんですが、まずポップなカラフルな可愛いパッケージに本当に目を奪われたブランドなんですけれども、小城さんからドランクエレファントのブランドについてご紹介いただけますか？はい、ドランクエレファントは、2013年にアメリカで誕生した、スキンケアブランドになっています。で、創設者はティファニー・マスターソンという女性に、なっていて、もともとは自分の肌悩みをきっかけに、立ち上げたブランドです。で、ドランクエレファントのことを、私たちはスキンズハッピープレイスと、呼んでいるんですけれども、お肌とか、スキンケアを通して、自分の素肌を好きになっていただく、でそのことによって、自分自身にも、自信が持てる、そんなことをサポートしていくブランドになっています。ありがとうございます。すごい、なんかスキンケアのブランドっていうことなんですけど、なんだろうな、スキンケアのブランドっていうとお肌をきれいにしましょうみたいなのがコンセプトになりがちだと思うんですが、もうドランクエレファントっていうのはその先、自分の素肌を好きになって自信を持とうよっていうブランドのコンセプトがあるっていうことですかね。そうですね、やはり自分の素肌を好きになることって自分をやっぱり見ることにもなりますし、自分自身のことを好きになることにつながるかなと思ってますので、まずはお肌とかスキンケアを通して自分を大切にしたりとか、そういったことを発信してきているブランドですね。ありがとうございます。私、小城さんとは何度かお仕事させていただいて、なんか小城さん自身がいつもすごい元気でハッピーな感じをすごい印象持っているんですよね。なので本当にそのブランドドランクエレファントをもう体現されてるのかなって思うんですけど、ご自身でこう、なんだろうな、使ってみて、なんかそのティファニーさんのコンセプトとかは本当に実感されてる感じですか？そうですね、私も実は日本に上陸する前からドランクエレファントが本当に大好きだったので、このブランドに携われるっていうことがそれ自体がもうハッピーなんですけれども、やっぱりブランドのコンセプトもですし、やはり毎日使うスキンケアがこんなにカラフルでこうチアップしてくれるっていうところは、自分にとってもすごくこう毎日エネルギーをくれる存在だな、ブランドだなと思いますね。すごい。じゃあご自身の好きなそのブランドに携わってお仕事できるって本当嬉しいことですよね。本当そうですね。はい、ドリームジョブかなと思ってます。すごい。で、私本当に最初、一番気になったのがこのドランクエレファントっていうブランドの名前、多分象でなんかドランク酔っ払った象みたいな、どういうことっていうなる方もいらっしゃると思うんですけど、その名前の由来とかあれば教えていただけますか？はい、直訳すると酔っ払いゾウさんっていう名前で、結構今ツイッターとか SNS でも、酔っ払いゾウさんすごく肌に合ったよとかコメントが入っていて面白いなと思ってるんですが、本当にゾウさんも酔っ払いもドランクエレファントっていう名前にの由来につながっているんですね。で、私たちの製品の中で、マルラオイル
という製品があるんですけれども、はい、まあ、このマルラもキー、ポイントになっています。でマルラというのは、まあ、アフリカに生えている樹木になっていて、うん、でマルラの木には、まあ、黄色いフルーツがなるんですね、うん、でこのフルーツが、地面に落ちて発酵したものをゾウさんが食べるとこう酔っ払ったようになるという、うん、まあ、言い伝えがアフリカには古くからあります、はい、で先ほどお話しした創設者のティファニーが、まあ自分が肌悩みを抱えていたので成分とか原料のことを研究しているときにこのマルラオイルという成分に出会って、うん、まあ、一体どんな植物なのかなっていうのをリサーチしているときにこの言い伝えを知りました。YouTube とか Google で検索すると本当にこう酔っ払ったようにこうちょっと血取り足になっているゾウさんの動画が出てくるんですけれども、まあ、そのマルラオイルってすごくスキンケア効果が高いのに、うん、こんなユニークなストーリーを持っているブラン植物っていうことを知って、うん、そのギャップが面白いなと思い、で私たちドランクエレファントもすごく、うん、製品は真面目に作ってるんですけれども、毎日するスキンケアだからこそハッピーな気持ちとか、うん、楽しむことを忘れないでほしいという気持ちを込めて、まあ、このドランクエレファント、うん、酔っ払いゾウさんという、うん、名前をつけました。ありがとうございます。すごいもう本当に理解すごい理解できる説明ありがとうございます、ね、なんかそういった遊び心というかちょっと面白いっていう要素もあるのがドランクエレファントの本当魅力だなと私も思っています。じゃあ実際にですねドランクエレファントの商品の特徴こういう特徴があるよとか、うん、こういうなんだろうな思いで作っていますよとかいうのがあれば教えていただけますか。はい、ありがとうございます。ドランクエレファントは製品のこともすごくこだわりがたくさんあるので、うんうん、全ては紹介しきれないかなと思うんですが、一つ目に大変ユニークな点としては、うん、肌のことを第一に考えているというところが、うん、一番重要かなと思っております、はい、でそれはですねやはりその成分選びにおいて、うん、肌のことを第一に考える。ですのでこう天然か合成か、ではなくて肌に効果があるかどうかという基準で、うん、製品を選んでいます、うん、ですのでこう肌にこれは効果がないんじゃないかという成分に関しては、引き算をしています、うん、じゃあ本当に肌にいいものを厳選して成分として採用してるっていうことですよね。そうですね、無駄なものがないっていう、はい、そうですね、うんうんうん、肌に効果があるかどうかが本当にこう判断基準になっているというところになりますね、うんうん、ありがとうございます。その他には何か特徴ありますか。そうですね、うん、スペシャ一つ一つが、まるでスペシャルケアのようなというのを私たちも実感しているんですが、すごくユニークな製品が、多いです。ですので単品で使っていただいても、しっかりスキンケア効果感じていただけると思いますし、うん、さらにこうユニークな商品の特徴としては、混ぜて使っていただけるというですね、うん、私たち手のひらスムージーと呼んでいるんですけれども、うん、混ぜて使うという、すごくこう、斬新なスキンケア方法を提案しています。そう、私これ聞いた時斬新だと思って、なんかコスメ私乳液とリキッドファンデを混ぜてなんか保湿を高めるために、うん、使ったりはしてたんですけど、スキンケアのアイテムを混ぜて使ったことなかったので、うんね、化粧水と美容液とオイル とかを混ぜて手のひらでね、はい、いいよっていうのはすごい楽だし、なんかそのねティファニーさんがそもそももう顔につけるんだったら混ぜていいのよみたいなさっくりしたご説明されてて、すごいそういいなと思って。そうですよね、全ての製品は低分子構造を採用していて、でシリコンフリー、うん、でこう肌に、非常に馴染みやすい、原料や成分を選んでいるドランクエレファントだからこそ楽しめるスキンケア方法ですね。うん、ね、で、アットコスメでは4月からアットコスメビューティーフットっていうインスタグラムのアカウントをスタートしたんですけど、どういうアカウントかっていうと、エシカルな環境だったり人権だったりジェンダーとかに配慮しているブランドさんをご紹介していくアカウントなんですが、その第1弾目としてドランクエレファントさんをご紹介させていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で本当にドランクエレファントさんは今小城さんいろいろ成分のお話しされてたんですけど、クレルティフリーということで動物実験も
実施していないっていうところと、あともちろんもうジェンダーフリーっていうのも歌ってらっしゃるブランドなんですよね。そうですね、うんうん、あのジェンダーフリーですし、うん、あとは年齢だったりとか、うん、肌タイプというところも、うん、あの問わず使っていただきたいなと考えています、うんね、でも本当にそういうコンセプトのブランドさんが増えると、本当になんだろうな、美容を楽しみたいって思う方が、うん、なんていうか、なんか変なハードルがなく、あの楽しめるようになるので、私は本当にそういうコンセプトにとても共感しています。ありがとうございます。さっきあの肌のことを大切に考えているっていうお話をしたんですが、私たちはこうみんな肌でつながっている、肌は肌だよねという考えを持っていますので、まあ、あの住んでいる場所とかが違ったとしても、うん、みんなこう肌を持っているっていう共通点を持っているっていう考え方をあのしていますね、はい、すごい。でドランクエレファント の, あのインスタグラムのアカウントをご覧いただくと分かると思うんですが、本当に今おじろさんがおっしゃったように、なんだろうな、性別は本当にいろんな方出てらっしゃいますし、肌の色もう本当にいろんなタイプの方がね、たくさん出てくるんですよね。そうですね、うん、だから本当に肌でつながってるっていうのはその通りだなと思って、ドランクエレファントの SNS 本当に可愛いので、皆さんもぜひ、ね、後ほどご覧いただけると嬉しいなと思います。で、あとドランクエレファントさんはコミュニティに力を入れていると伺っておりますが、これはどういうあのコミュニティでの使い方というか、あのやってらっしゃるんでしょうか。そうですね、うん、あのまあ、アメリカではもうブランドが登場して、まあ、10年近く経っているので、非常に成熟したファンコミュニティが、うん、あのもう生まれていて、うん、まあ、あのお客様がご自身で魅力を発信してくださったりとか、うん、ファンの方同士がコミュニケーションを取るムーブメントというのが非常に大きくなっています、うんうん、で私たちあの日本では、昨年の10月にあの上陸をして、まだまだこう初めてあのドランクエレファントを知るという方も、いらっしゃいますので、うん、あのまずはあの私たちブランドが一方的な発信やあの問いかけをするだけではなくて、まあ、ファンの方とドランクエレファントが、うん、あのまあ、主にデジタル上で相互会話、うん、インタラクティブな会話ができる環境っていうところを、まあ、今目指して、うん、あの作っているところですね、うん、それはどう、なんだろうな、どういった気持ちでそのファンの方とコミュニケーションを取りたいって考えてらっしゃるんでしょうか。そうですね、第一に、うんうん、あのまあ、私たちはあのe コマースっていうところでお客様にご購入いただく機会が非常に、うん、多いので、例えば使用方法であったりとか、どんな製品がおすすめかなっていうのを悩んだ時に、うん、やっぱりそのデジタル上で、まあ、そういった声を拾って対話をしてサポートして差し上げることっていうのは非常に重要かなと、うん、考えて、います、うん、でまたあの、まあ、日本には日本のカルチャーや、まあ、良さがたくさんあるので、まあ、日本の場合はどうぞあの皆さんドラッグエレファントの魅力を発信してくださいというよりは、うん、この使ってくださってる方にどこが好きでしたとか、うん、私たちからこう問いかけることでたくさんいいあの声が出てくるかなっていうのを実感しているので、うん、まあ、そういったムーブメントを日本でまず大きくしていきたいなと考えています、うんうん、ありがとうございます。じゃあもし今このポッドキャストを聞いていただいた方で、あ、ドランクエレファントちょっと気になるけど何から始めていいかわからないとか、自分にはどういうのがいいのとかもしあったら、その SNS だったりあのドランクエレファントさんのアカウントに質問とかもしても大丈夫なんですかね。はい、うん、あのツイッターで日本語のアカウントがございますので、ぜひあのハッシュタグドランクエレファントであの検索していただいたら出てくるかなと思います。あの私たちのアカウントをタグ付けしてコメントいただくか、うん、ハッシュタグドランクエレファントつけていただいたら、うん、あの皆さんのことを探しに行きます。あ、すごい嬉しいです ね。でも本当にこのパンデミックを経てオンラインでお買い物される方も本当に増えたので、ね、直接聞けなくても SNS とかで自分の悩みとか、ね、聞けたら本当にありがたいですね。そうですね、あと大切にしていることは、あの使ってくださって効果を実感してくださっている方や、うん、やはりもうあのすでにドランクエレファントが大好きですっておっしゃってくださっている方もいらっしゃいますので、はい、そういったお声を私たちのアカウントから、うん、あので紹介していくということも積極的に行っています、うん、なのでもしドランクエレファントもう使ってるよという方がいらっしゃったら、うん、ぜひあの素敵な投稿をしていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、じゃあそんなドランクエレファントをもう知り尽くしているおじろさんなんですけれども、おじろさんだからこそ
おすすめしたいドランクエレファントの一押しアイテムを教えていただけますでしょうか。はい、もう本当に一つには絞れませんよというくらい全部の製品がおすすめではあるんですけれども、はい、あえて、季節的にも今一つ選ぶとしたら、うん、ドランクエレファントプロティニポリペプチドクリームという、はい、9種のペプチドが配合されたクリームを、選びたいと思います。ありがとうございます。プロティニポリペプチドクリームですね、はい、でサイト見るとこのクリームできるやつっていうキャッチコピーがね、はい、できるやつなんですか。本当に見た目はですねグリーンの鮮やかなグリーンの蓋が目印のクリームになっていて、可愛らしいクリームなんですが、この可愛らしい見た目の、裏にすごく実力派のクリームになっています。どんなところが実力派と言えるんでしょうか。はい、私たちの創設者のティファニーはこのクリームのことを、まるでお肌のプロテインって呼んでいるんですけれども、忙しい毎日とか、充実したライフスタイルを送っている方にこそ使ってほしい、製品です。なるほど。で非常に軽やかなテクスチャーですので、梅雨の時期とかあとこれから来る夏のお手入れにも非常におすすめ、馴染みが安いっていうところ、あと9種のペプチドが配合されていますので、内側からこうふっくらと張りがある、滑らかな肌に導いてくれます。ですのでちょっとこうお疲れ気味かしら肌がっていう時にはぜひ取り入れていただきたいですし、実は男性の人気も非常に高いので、パートナーの方とのシェアドコスメや、ギフトにもおすすめのアイテムです。あ、男性でももちろん OK でってことですよね。もちろんです、はい、具体的におじろさんが使う時はどうやって使ってますか。なんか顔洗ってとかどういう工程で取り入れてますか。そうですね、実はこのクリームに出会ってから、ほぼ365日使ってるんじゃないかなというくらい朝晩取り入れているんですが、朝はシンプルに、このクリームと水分補給をしてくれるセラムがありますので、その2つを混ぜて時短ケアをしてます、で夜のスキンケアの時は、悩みに応じて、少しピーリング効果がある美容液をそこに混ぜたりとか、あとはナイトマスク、塗って寝るマスクがあるので、ドランクエレファントには、そちらをそのクリームを塗った後に上から塗って、スキンケアを終了しています。なるほど。今ねおじろさん目の前でねお話私してるんですけど、お肌が本当にツヤツヤでね、ナチュラルにヘルシーな肌をしてらっしゃるので、このドランクエレファントの実力をおじろさんの肌を見て実感しておりますドランクエレファントのおかげだと思います、あとこのクリームなんですけど、多分初めての方開け方、はい、どうやるのっていう難しいっていうか分からないっていう方いらっしゃると思うんですけど、なんかコツというか口頭で説明難しいかもしれないんですが、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、今篠田さんがおっしゃってくださったように、クリームの開け方が分からないっていうお声もたくさんいただいているんですが、まずは上蓋を取っていただきますと、中蓋ですね、中面が出てきます、で、ここですね、この中面を、押していただきますと中央の部分から1回分のテクスチャーが出てきます、ですので真ん中についてるのシールとかじゃないので何もこう剥がしたりとかせずに押していただくと出てきます、ね、1回分が出てくるのって本当ありがたいですよね、はい、なんか結構クリームとかスキンケア系って適切な量どれぐらいって自分で分からなくてね使っちゃう時あるんですけど、もうこれで1回ですって分かるので本当ストレスフリーに使えるそうですよね、アイテムですよね、はい、この、パッケージなんですけれども、エアレスポンプという、構造になっていまして、空気に触れることなく、テクスチャーが取れますので、非常に衛生面的にも、嬉しいパッケージですね、すごいそんな設計までされてるんですね。そうですね、クリームと、セラムに関してはエアレスポンプ式の容器を採用しています、ぜひね本当お手に取って皆さんねこの、その使う時も楽しいので、はい、そういうのも楽しんでいただきたいなと思います。そうです、アットコスメ東京さんにも6月1日に、はい、ドランクエレファントのコーナーがオープンしましたので、気になるなっていう方はぜひ見に行っていただきたいですね、ありがとうございます。もし原宿にねお越しの際はアットコスメ東京にお立ち寄りいただけると、ドランクエレファントのアイテムが実際手に取って
お試しできますので、もし機会があればぜひ遊びに行ってみてください。で、あともう一つお伺いしたいんですけど、ここまで今ドランクエレファントの話を聞いて、初めての方におすすめするよみたいな、もしアイテムなどあればありますかね。初めてだった、ドランクエレファント初めてだったらこれがいいよとか。そうですね、うん、私は個人的にはクリームから入っていただく、うん、もし一品ということでしたら、クリームから入っていただくのも大変おすすめかなと思っています、はい、うん、理由としては今使ってらっしゃるスキンケアにもクリーム非常に取り入れやすいかなっていうところが、うん、ありますね、うん、ただもしドランクエレファント少しこうラインナップで複数使ってみたいという方には、ザ・リトルズという非常にこう可愛いスターターセットがありますので、このザ・リトルズ、もう名前の通りドランクエレファントの人気アイテムがミニサイズで6種類試せるキットになっているんですが、こちらもぜひチェックいただけたら嬉しいです。ね、ザ・リトルズはポーチがついてきて、そのポーチもね、すごい可愛いので、そうですね、うん、はい、本当に絶対見たらね、あ、可愛いって言ってすごい欲しくなっちゃうアイテムだなと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではもっともっと本当はお話伺いたいんですけれども、なかなかね時間があっという間に来てしまったので、最後に何かこの番組を聞いてくださっている方へ一言あればお願いいたします。はい、今日は参加させていただいてありがとうございますドランクエレファントは今お話ししたように非常に魅力がたくさんあるブランドです、うん、でスキンケアの効果だけではなくって非常にカラフルなパッケージは、まあ、見ているだけでも元気をくれますし、うん、あとは非常にそのブランドにたくさんフィロソフィーがあって、使いながらそのフィロソフィーを発見していただくのも楽しいブランドかなと思いますので、うん、ぜひご興味持ってくださった方は製品お手に取っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。本当にね元気になるスキンケアブランドですね、ドランクエレファント。皆さんもぜひ概要欄の方にリンクなど貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。でおじろさん、本当に今日話し足りなかったこと多分たくさんあると思うので、また別の機会でお話伺えたら嬉しいです。ありがとうございます、はい、本日はありがとうございました。アットコスメがお送りするビューティートーク、本日のゲストはドランクエレファントの小城ゆりさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。